はいどうも、バシレです。ということでございまして、今日はですね、まあ、前回に引き続きの感じにはなると思うんですけども、Live12 の新機能を紹介していこうと思います。その新機能はですね、メルドという最新のインストゥルメントなんですけども、このね、どういった音質なのかとかね、どういった使い方をするのかっていうのをね、一緒に見ていこうかなというふうに思います。それでは行ってみましょう。チェゲラ。はい、前回ですね、コードという機能を、紹介したときに、一つだけね、紹介し忘れてしまったので、メルドという機能に行く前に、ちょっとそのね、コードのおさらいをしがてら、コードのね、ストラムという機能をね、紹介していこうと思います。このストラムという機能はね、この右上にある、ね、このパラメーターなんですけども、まあ、これでだいぶね、曲の雰囲気、出し方っていうのが変わってきますので、これは面白いのでね、ぜひ紹介したいと思います。それではですね、このラーン機能をね、まあ、点灯させて、まあ、コードを入力していきましょう。はい、今ねコードを入力しました。でコードを入力した後はですね、このラーン機能をオフにすることをしてください。これ点灯したままですと、また弾くとそれが入力、学習してしまいますので、一回入力したらこれをオフにすると。で僕の場合なんですけども、まあここのねベロシティはだいたい100以下にしてます。まあこれはこうしてくださいっていうことではなく、自分はそうしてますっていうだけですね。はい、で入力ができたので、これでね、鍵盤一つ叩くだけで、このようにね、コード、今のは E フラットアド9なんですけども、が弾かれます。はい、こういった感じでね、弾けます。っていうのを前回、ここまでやりました。で、このストラムという機能はどういうことかっていうと、じゃあこれを右いっぱいに振ってみましょう。400ms。それで今の鍵盤を叩いてみると、といった感じで、今のね、E フラットアド9っていうのは、まあ、G と E フラット、B フラット、F と B フラットっていうのを押すと出る音なんですけども、それを順番に、でん、てんてんてん、まあ、一本ずつね、弾いてった感じですね。それが、この場合のストラム演奏になります。では、これをマイナス400にした場合、どうなるかというと、まあ、単純に逆からね、弾いた B フラット F、B フラット E フラット G という風にね、なりました。まあ、右に振れば、ドレミファソラシドって弾くのに対して、左に振ればドシラソファミレドという風に弾くといったイメージで覚えておいていただければいいと思います。で、まあ、適当にね、自分の好みのところ、まあ、大体22ぐらいがいいのかなみたいな風に設定したら弾いてみるとこういう感じになります。はい、まるでね、上級者のピアニストの方がわざとね、ちょっとタイミングをずらしてコードを弾いたみたいなね、おしゃれな演奏方法に変わりますね。で今回僕がいいなと思った数字がですね、まあ、146ms。ここがね、今回の曲にぴったりだなと思いましたので、それを一回やってみたいと思います。
はい、いかがでしょうか。ストラムをね、いじることによってね、今146ミリセカンドにしたんですけども、まるで映画のワンシーンにね、使えそうな演奏ができたと思います。まあ、いろいろね、パターンあると思いますんで、試してみてはいかがでしょうか。はい、それではですね、僕がコードと今のストラムという機能を駆使して作ったね、簡単な曲、今のね、ピアノメインの曲にベースとドラムを入れた曲をね、作ってみましたので聴いてみましょう。こんな感じでね、ドラムとベースを入れてみたんですが、で今回メルドというのをこのベースラインにね適用していきたいと思うんですね。で今聴いていただいたベースラインは、まあ、コンタクトのスキャービーリッケンバッカーベースというねベースラインをね入れてるんですね。まあこれソロで一回聴いてみましょうね。はい、こういった感じのベースラインなんですけども、このベースラインに、まあ、加えてというか変化させて、メルドという音色をね、使いたいという感じなんですけども、はい。メルドをですね、追加していきます。で、メルドというのは、まあ、インストゥルメントの中に入ってるんですけども、こんだけね、プリセットがすでに用意されてます。はい。このプリセットをね、使うっていうのもかなり、有効な手段となりますので、それはお勧めしておきたいな、というふうに思います。ではですね、ちょっと、エイブルトンの公式ページの方をちょっと覗いてみましょうかね。はい、こちら今ね、エイブルトンの公式ページで、ライブの新機能、ライブ12の新機能っていうのを紹介してるんですけども、その中にメルドが紹介されてますので、それでは読み上げますね。メルドでサウンドデザインに没頭。新しい MPE 対応シンセのメルドは、サウンドの多様性、遊び心、個性を徹底的に追求して設計がなされています。2つの独立したオシレーターと広範なモジュレーションマトリックスを備えており、質感豊かなサウンドデザインからハーモニックなサウンド、和声を持たないサウンド、リズミカルなドローンなどを得意とします。マクロオシレーターを使用すれば、さまざまな合成方法で作成された複雑な波形を簡単に扱えます。減算方式、FM、グラニラーなどのソースを素早く選んだり、オシレーターをスケールに合わせてクオンタイズしたり、一方のオシレーターの LFO を使用して、もう一方のオシレーターをモジュレートしたりといったことが可能です。といった、紹介がね、されております。で、これがね、多分マクロオシレーターなのかなというふうにも思います。後でちょっとお見せしますが、はい、これがインターフェースでね、ライブならではのね、こういったインターフェースになってるのかなというふうにも思います。はい。で、ライブのね、まあ、エイブルトンライブの、まあ、公式のページでは、メルドの音源、ここですね、こちら、サウンドクラウドの方にアップされた、まあ、デモの曲っていうのも出てますんで、これをね、聞くと、より、メルドがどういった音質、どういった音源なのかっていうのをチェックすることができますので、その辺もチェックしてみてください。ちょっと今回はね、著作権などのね、関係があるかもしれないので、ちょっとここでは流さないんですけども、まあ、ライブのね、まあ、エイブルトンの公式ページの方をチェックしていただければ、これ聞くことができますので、チェックしてみてください。はい、それではね、メルドをね、今のベースラインに入れていきたいと思うんですが、まずはドラッグ&ドロップしてこのように入れます。そうするとですね、まあデフォルトの状態だと
はい、こういった感じのね、音になります。で、このエンジンの部分ね、このシェイプとかトーンとかってあるんですけども、この辺をいじることによって音色が変わっていきます。だいぶね、今シェイプとトーンをいじっただけでだいぶ雰囲気が変わりましたけども、で、あとはですね、このオシレーターのタイプ A と B というのがあって、ここの音色をね、変えることもできます。ここのタブを開くとまたこんだけね、音源が用意されてますので、まあなんか好みのね、ものを選んでですね、じゃあサブ選んでみましょうね。サブを選んで、はい、とか、あと ここのね、矢印でも、まあ、音源を変えることができます。スウォームソウ、はい、だいぶ変わりましたね、うん、まあサイド B の方もね、同じですね。ちょっとノイズっぽいのを入れてみましょうか。はい、こんな感じで、まあ、パラメータを調節して音源をね、好みに変更できます。だからこのエンベローブというところでは、この線グラフをね、ちょっといじって、音色を変えれます。それから LFO ですね、この辺の LFO も、まあ、レイトとかね、シェイプ、フォールドとか、さまざまなね、波形をね、変えることができます。これがマトリックスモードですね。マトリックスモードでこのようにね、数字を変更することができます。この MIDI っていうところもね、同じような感じですね。それから MPE っていうね、タブがあって、で、今回はですね、ちょっと MPE に対応した機材を僕が持ってないので、ちょっと MPE の説明はちょっとできないのでご了承ください。今日はね、キーステーション 88M オーディオのね、キーボードを使って、 MIDI キーボードを使って撮影しております。で、で、先ほどね、ライブの公式ページにもあったんですけども、ここの三角ボタンを押すことによって、このマクロオシレーターって、こう、これってことなんですかね、まあ、このような表のようなね、まあ、管理画面が出てきて、まあ、ここでさまざまなね、ここでも音色を変えれますと。はい、これはもう上級者向けというかね、本当ここはこだわってね、音を作る方とかね、あとは MPE に対応したね、音源を作るときとかにかなり役に立つのかなと思うんですけども、ちょっと初心者の方には難しい領域ではあるかなというふうにも思います。ただいじり方としては、まあ、例えばデチューンのとことかのこのピッチっていうところにこの矢印を持ってって、まあ、カーソルを合わせてこのようにね、上に引っ張ったり下に引っ張ったりでこう数字を変えれますと。だいぶ変わりました。はい。で、どこをね、どういじるとどう変わるかっていうのはね、ちょっと今回は全てやってる時間はないので、だいたい雰囲気だけ掴んでいただければありがたいです。で、もしね、これピッチっていうところ今11ってなってますけども、これをクリアしたい場合はダブルクリックすることでクリアされます。はい。といったここがね、まあ、マクロオシレーターといったところですかね。はい。まあ、ちょっとね、僕も今日ね、メルド触ったばかりなので、細かなところまではちょっと説明が至らないところもあると思いますが、ちょっとご了承くださいませ。で、コードとね、同じでね、現在のスケールを使用、ここ点とオンオフできますね。
はい、ここをオンにするとオシレーターは現在のスケールに従い、すべての位調は半音ではなくスケールで、行われます。 ST ではなくね SD で行われますみたいなね、そういった機能もついてます。はい、まあ、あと細かいところはちょっとまだ僕も調べきれてないので、ちょっと割愛させていただきます。ご了承ください。で、今ねデフォルトで、まあ、操作の仕方をね、お伝えしたんですが、何個かね面白いなと思ったプリセットがあるので紹介していこうと思います。まずはですね、このエイリアンアーミーといったのが面白かった、ちょっと入れてみますね。はい、聞いてみましょう。はい、なんとなく雰囲気出てますよね。ちょっと全体を通してね聞いてみましょうかね。はい、こういったねプレセットが入ってますと。でもう何個か入れてみましょうね。このバリーベースってやつを入れてみましょう。ちょっとねこのエイリアンアーミーはちょっとインターフェースが若干変わって、これは何なんだろう、キックとかって書いてあるのでドラムとかに入れるといいのかなとか思いますけども、まあその辺もいろいろ試してみてね、そのサウンドに合った、メルドのね使用をすればいいんじゃないかなというふうにも思いますけどね。じゃあバリーベースっていうのを入れてみましょう。あ、これだとね、いつものメルドの感じになりましたね。はい、このような感じでね、まあプリセットを選んで、まあプリセットの中のパラメーターを変更させて自分好みに変化させていくっていうね、そういった手段もあるんじゃないかなというふうにも思いますね。はい、で今回はですね、このベーシックっていうね、プリセットが今回の僕の曲に合ってるような気がしたので、ちょっとそれを使っていきたいと思います。ベーシックを入れました。はい、ベーシックはこんな感じの音ですね。はい、ちょっとサブベースっぽい感じのね音色になりましたね。ではメインのねスキャービーのリッケンバッカーを聞いてみましょうね。はい、ではメルドを聞いてみましょう。はい、ちょっとコンプが強すぎるんでアウトラインを下げます。はい、でこのベーシックっていうのはもう元々プリセットで、まあ、サブっていうのが選ばれてますので、まあ、サブベース的にね使うのがいいのかなというふうにも思いますね。ちょっとメインと合わせて聞いてみましょうかね。そうですね、やはり、ベーシックの場合だと、まあ、ネイティブのねリッケンバッカーベースの、まあ、厚みをつけるためのサブベース的なね
役割でもいいのかなっていうふうに思いますね。はい。というわけで、こういった形でね、まだまだプリセットもいっぱいあるし、こういったね、オシレーター、マクロオシレーターなど深みの深いところを攻めていける機能がたくさん盛りだくさん、盛りだくさんね、含まれている、ね、メルドなんですけども、ちょっとこの辺のセッティングとかね、ちょっと細かいところをちょっと割愛させていただいて申し訳ないんですけども、さらっとね、今日はメルドがどんなものかっていうのをね、紹介させていただきました。はい。初心者の方はね、ちょっととっつきにくい部分もあるかもしれないので、僕はプリセットを入れて、まあ分かりやすいパラメータ、トーンとか AUX とかね、シェイプとかね、この辺をね、まあ分かりやすいところをいじってって、徐々に慣れていって、だんだんね、分かってきたらマクロオシレーターとかね、いろんな部分をいじって、深みにはまっていくっていうのがね、いいんじゃないかなというふうにも思いました。というわけで今日はね、メルドというね、ライブ12の、最新のインストゥルメントを紹介させていただきました。はい、それでは最後までご視聴のほどありがとうございました。皆さん良い音楽ライフを。バイバイ。ピース。